こんにちは、おもとの方面園です。今回は、おもとの品種紹介として、ラシャ系統の入門品種であるカスガニシキをご紹介します。カスガニシキの品種の特徴、性質、方面園での作り方、歴史をご紹介していきます。カスガニシキは、おもとを大きく、 大葉、中葉、小葉と分けると一番小さな小葉になります。大きさは手に乗るほどで、蜂の大きさはティーカップほどでしょうか。品種の特徴は、細葉で、はぐり、はかずが多いこと、折り下げが良いこと、りゅう、のしば、びりという波葉です。 それぞれ品種の特徴を説明していくと、細葉の系統は葉が細い分、葉数が多くなります。カスガニシキも葉数は多く、葉数は2枚から多い時、勢いのある時は8枚から10枚ほど1年に出て、葉数が溜まり、十二人絵のような美しさを見せます。 折り下げが良いというのは、葉がまっすぐではなく、ニコニコマークの目尻が下がるように葉が下に折れ下がっていることです。また、のしばが特徴的で葉が中心に折れてお中元ののしのように折り込まれます。葉は時折ビリという波打った葉も見せます。 親になってくると、菓子流も現れ、細葉の繊細なイメージから、迫力のある姿、芸を見せてくれます。性質、慈愛、灰色は濃紺。とても強く、最高、肥料ともに多めです。小揚げも芋吹きも成績はいいです。 昭和2年頃の作出で、奈良の有名な春日大社にちなんで命名され、芸の良さ、丈夫さから入門品種として愛されています。人によっては、これ以上の細葉の品種はないと言い切るほど愛されている春日錦です。私たちは実際にどう作っているのかというと、 日が一番よく取れる外棚で日焼けも気にせずにガンガン日を当てて風を当てて作っています日が強すぎるのか寒さにも当てすぎなのか灰色は濃紺というよりはかなり薄いですがお客様のお棚に行った時に肥料をやっていただくと色も戻ってきます芋吹きはよっぽど芋が長くなった時は 切りますが、自然と子が上がるので自然に任せています。日が強いと葉が寝るので折り下げよく葉の詰まった素晴らしい作品に出来上がってきます。次の100年後も残したい素晴らしい春日錦。ぜひ皆さんも楽しんでみてください。おもとの方面でした。ありがとうございました。